ビクター・オラディポは、アメリカ合衆国、メリーランド州、シルバースプリング出身のプロバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートに所属している。ポジションは、シューティングガード、または、ポイントガード。インディアナ大学で活躍した後2013年の NBA ドラフトにエントリーし、全体2位という高い評価を受けて、オーランドマジックから指名された。2013から14シーズン。 2013年12月3日のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦26得点10リバウンド10アシストで自身初のトリプルダブルを記録2014年2月20日のニューヨークニックス戦では自己最高の30.14アシストを記録このシーズンは80試合で平均31.1分13.8得点4.1リバウンド4.1アシスト1.6スティールを記録し オールルーキーファーストチームに選出され、新人王の投票では、マイケル・カーター・ウィリアムスに次ぐ2位だった。2014から15シーズン、2015年1月12日のシカゴブルズ戦と1月14日のヒューストン・ロケッツ戦では、2試合連続で30点以上の得点を記録した。このシーズンは72試合で平均35.7分。 17.9得点4.2リバウンド4.1アシスト1.7スティールを記録。2015から16シーズン、2015年10月30日のオクラホマシティサンダー戦、21得点13リバウンド10アシストで自身2度目のトリプルダブルを記録。このシーズンは72試合で平均33.0分。 16.0得点4.8リバウンド3.9アシスト1.6スティールを記録。2016年の NBA ドラフト開催日、サージ・バーカラとのトレードでオクラホマ式サンダーに移籍。10月31日にサンダーと4年8400万ドルで契約を延長した。2016から17シーズンは67試合で平均33.2分。 15.9得点4.3リバウンド2.6アシスト1.2スティールを記録。2017から18シーズン開幕前の2017年7月1日、ポール・ジョージとのトレードで、ドマンタス・サボニスと共にインディアナ・ペイサーズへ移籍。8月5日には、南アフリカ共和国、ヨハネスブルグで開催された EN ・ NBA アフリカゲーム2017にクリント・カペラや、 サージ・バーカラと共にアフリカ代表として先発出場し両チーム最多の28得点などを記録し MVP を獲得した12月10日のデンバーナゲッツ戦で自己最多の47得点7リバウンド6アシストを記録試合はオーバータイムのスウェーペーサーズが126から116で勝利した2018年の NBA オールスターゲームに 初選出された。11月20日のオーランドマジック戦で自身最多の7スティールを記録するなど、シーズン平均2.4スティールで、初のスティール王を獲得した。このシーズンは75試合で、平均34.0分、23.1得点5.2リバウンド4.3アシストを記録、12試合で30得点以上を記録するなど、チームのエースにまで成長する。 大きな飛躍を遂げ、自身初のオール NBA チームを受賞した。プレイオフ1回戦、対クリーブランドキャバリアーズの初戦で32得点を、記録、98から80で勝利した。第6戦で自身プレイオフ初のトリプルダブルとなる28得点、13リバウンド、10アシストを記録、試合は121から87で勝利した。最終第7戦で30得点。 12リバウンドを記録、試合は105から101で敗れシーズン終了となった。2018から19シーズン、2019年1月24日のトロントラプターズ戦で右足大体4頭筋の剣を断裂する重傷を負った。2019から20シーズン開幕前にトレードでマルコム・ブログドンが加入した。 右足の負傷から1年ぶりとなる2020年1月29日のシカゴブルズ戦で復帰し13試合に出場したがシーズン中断となった。カンハレンスご位のマイアミヒートとのプレイオフ1回戦は4連敗でシーズン終了となった。ブログドンの加入により自身のアシストは大幅に減った。2021年1月にペーサーズとブルックリンネッツ、クリーブランドキャバリアーズ、 ヒューストン・ロケッツの4チームが絡む大型トレードで、ロケッツに移籍することが発表された。2021年3月25日に、エイブリー・ブラッドリー、ケリー・オリニク、ドラフト指名権とのトレードで、マイアミヒートへ移籍した。ありがとうございます。